いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、ポケモンスカバエの動画ということで、次の最強レイドに選ばれるのは誰なのか。まあ、そんなね、予想動画となります。で、予想動画といってもね、完全に私個人の予想となりますので、信憑性とかはないので、まあまあまあ、こんな動画もあるんだな、みたいな形で見ていただけると幸いかなと思います。では今後もね、いろいろなポケモン動画上げていくのでよろしくお願いします。というわけで最強レイドはね、今後もね、継続されてます。これなんですけど、ね、正直いつまで来るのかなって心配になってるんですけどね、ポケモンセンターリアルイベントね、夏の特訓プログラムの情報からね、最強レイドね、今後もね、続くことが分かっておりますので、ね、ぜひ楽しみに待ちましょう。なので今回はね、次の最強レイドを選べるポケモン、最強レイドの傾向を振り返りながらね、予想とかしていきたいと思います。で、最強レイドこちらなんですけどね、金曜日の9時から月曜日の9時の期間中に2週間に分けてね、2回開催されるイベントとなります。で、星7レイドレベル100。で、両期間で捕獲1匹のみ。で、特定のテラスタイプしか出現しなくて、最強の証持ち。で、個体値はね、すべて最高で隠れ特性確定っていうのはね、まあ、最強レイドの名にふさわしい最強レイドとなっております。で、今までなんですけどね、御三家のみ登場しております。リザードンエース版、月光河など、今までの最強レイドはね、御三家のみとなっております。で、伝説ポケモンをね、来る可能性もあります。ポケモンホーム解禁でね、ネット対戦で使えるポケモンがね、増えました。入手機会が限定されてるポケモンが多いとかもあるので、まあ、今後はね、伝説ポケモンたちも最強レイドで登場するのかもしれません。で、次の最強レイドね、こちら、ゴリランダーミュウツーかなと。で、ゴリランダーなんですけどね、ガラルゴ三家のエース版、ね、インテレオン。こちらがね、すでに最強レイドで登場しております。で、ゴリランダーもね、ホームから連れて来られるため、まあ一人ね、仲間外れもかわいそうですし、最強ゴリランダーもう来るのかな、そろそろ。そしてミュウツーなんですけど、こちらポケモンのね、初の劇場漫画、ミュウツーの逆襲。まあ、最近なんか、最近って言ってるのかな、リメイクとかもされてるけどね。こちらがね、7月18日、公開25周年というのをね、迎えます。ね、ミュウツーもね、ホームから連れてこられるので、最強ミュウツー、来るとしたらね、まあ、そろそろ来るのかな。まあ、告知として、本日はね、ミュウツーの逆襲が公開されて25周年となります。それを記念してです、ポケモンスカバエにミュウツー、最強のミュウツーレイド、実装します。みたいな形で来たら面白いかなと思いますので、こちらね、ちょっと楽しみに待ちましょう。というわけで、まとめといたしましてはね、まあ、今後の最強レイドね、結局どうなるのかわからないんですけど、こういう風にね、予想を立てながら、まあ、ポケモンのね、育成動画をね、進めておくと、楽しくなってきますので、ぜひ一緒にね、楽しんでいきましょう。ではでは。